私だよ。ジャズクラシックは私。俺が音楽学校も作った。私だよ。私は学校に校歌というものを作ったんだよ。俺が学校から見える景色を全部歌詞に入れろって言ったの。ソビエターズって言えって言ったんだよ。おいでよ。俺が校長。私は校長の親。俺はその祖先。そのアダムとイブ。そのリンゴ。ラッチ上がれよ。めっちゃ喋ったら。それでどっち、それでどっち、日本の伝統芸能しきたりは全部作ったん。私だよ。歌舞伎は私が最初にやったんだよ。俺が能をやった。浄瑠璃は私だよ。俺が狂言。私は水芸やったんだよ。俺だよ。水芸全部やったんだよ。私挨拶という挨拶は俺。私だよ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、私だよ。おいでよ。スズメの涙ですがは俺。私だよ。つまらないものですが夜分恐れ入りますの挨拶は私だよ。手前味噌ですがは俺。私八丁味噌は私。俺それでどっち、それでどっち、くだらないしょうもない、意味もないことでもいい、だらだらともだらほどいいっぱなし、気がない、起伏もない、そんなだせいを幸せと呼びます。やりきれば、生きれば、声張れば、誰でもそう、私だよ。おいでよ。私だよ。おいでよ。私だよ。おいでよ。私。おいでよ。おいでよ。私だよ。